まで言わない私は。そうでございます。はい、ということでトップバッターは激オルネッサンズです。どうぞ。塾の経営は難しいな。塾、それは学歴社会が生み出したもう一つの教育機関。気取ったやつは新塾のことを塾と呼ぶ。おっ、反対手目は左手でいい。いつもいつも右手ばっかり突っ込みやがって。何言ってやんだバカ野郎。てめえバカ野郎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 。てめえ右足でもって蹴っ飛ばしてやるぜ。おっと、おっ、なんだおめえは左足でいい。何やってんだい、おめえら何やってんだ。静かにしろ。あなたは誰ですか。俺は脳みそだ。え、脳みそ、もしかしたら我々の親分ですか。そうだい、おめえだし、もっと長生きするんだ。さあ、左手と右手、もっと握手をするんだ。わかりました。何はにかんでたもんやろ。握手をするんだ。わかりました。そうだ、こうやって握手をすればな、みんな仲良くなれるんだ。こんなずっと長生きする、これが一番いいことなんだよ。そうすればな、戦争とかもみんな終わるんだよ。そういうの気持ちがわからないのか、お前には。塾長、ひきょう者。何が、何がひきょう者だ。お前は後ろからなくてひきょうだ。お前は何やってんですか。わかんない。風邪ひいてるからぼんやりしてんだ。余計なこと話しかけないでくれ。とにかくですね、うちの予備校は今年の合格率がなんと 25% なんですよ。 25%。 そうですよ。それじゃあ 75% の人はまた入ってくるのか。あ、落ちたらまた入って。じゃあこれは受験生の リサイクル運動だな。これはここのとこでこう回転させてやる。これをもっと変に回転させるとパチパチパンチになり、そしてまたこういう風にやるとハエを尻尾で追う牛だ。なんだバカ野郎。とにかくですね、他の予備校は名物先生なんて言っていろんな先生を迎えてるんですよ。例えば東進予備校ヤクザ先生なんてのがいるじゃないですか。手は打ってやる。え、向こうはお前、投資予備校なんかお前、ヤクザみたいな先生だろ。そうですよ。うちはヤクザを雇った。ほんま。ほらもうピリピリだ、もう教室がピンと張り詰めれた。そんな空気の中で勉強やるんだ。もうせ、学校のな、学校じゃなかった家のな、家庭のな、お母さんからもな、もう息子の背筋がピンと伸びたって評判がいいんだ。落ちたらもう直近直近。そんなことで評判取ってどうするんですか。共にな、受験生はね、大学に受かろうと思って一生懸命来てるんですよ。どうするんですか先生。何ですか。あなたそんなこといいと思ってるんですか。今の教育ってそんなもんでしょうか。もっと大事なものがあるんじゃないでしょうかね。私はね、そんな紙切れ一枚で自分の人生を左右するような、そんな世界は嫌いなんです。私はね、受験なんかどうでもいいんだ。大学なんか行きたくないんだ。そんな受験生を求めてるんですよ。いませんよ、そんな人。いませんよ。何ですか、その名物先生とか何とか言ってましたけどね。先生、あなた自身はどうなんですか。ちゃんと教室でちゃんと教育してると思ってるんですか。私はちゃんと数学を教育してますよ。よく、じゃあやってみましょうか。例えばそうですね、まあ簡単なところで三角形 の面積の公式。あ、三角形の面積の公式。これはあなた、私は生徒だと思ってちょっと教えてみてください。わかりました。じゃあいいか、今日は三角形の面積の求める公式を勉強するぞ。いいか、底辺×高さ割る2、これだ。これを覚えておけば大丈夫だ。頑張ろう。ちゃんちゃらおかしいや。そんなことで名物先生になろうと思ってんですか。どこがいけないんですか。もっと今名物先生っていうのはですね、まあ、なんて言うんでしょう、これはですね、まあ、教育の場で言ったらそうですね、画家で言ったら一つこのキャンバスみたいなもんです。この教団というキャンバスに自分の情熱をぶつけるんですよ。今みたいになんていうか面積の公式がそんなじゃダメなんです。それじゃ生徒は聞きません。もっとパワフルにやんなきゃ。パワフルに、へえ、かける高さあれに。やってみてください。底辺かける高さ割る2。子供がいて恥ずかしくないのか。じゃあね、うちの秘密兵器、本当の名物先生を言いましょう。今生徒が大人気です。リガー先生、リガー先生。留年して8年、留八先生です。そんな、留年を8年もしてどうするんですか。名物先生です。名物先生です。それね、この人はですね、今古文を教えてるんです。親分、古文の先生です。面積の公式、この人にやってもらいましょう。この人はですね、もう体全体を使ってやるんですよ。お願いします。底辺だかける、あ、タカさん、あ、違った、悪い2。そうです、この人と一緒にあなたも留年してみませんか。いい加減にしなさい。はい、ありがとうございました。